はい、皆さんこんにちは。早速ですね、動画チャンネルをやってから少し経ったんですけれども、Twitter とか、YouTube のコメントでいろいろとコメントいただきましてありがとうございます。全部読ませていただいておりまして、参考になるところはぜひ参考にして改善していきたいというふうに思ってますけれども、まあ、いくつかですね、本当にこれ必要なのかなっていうコメントもあって、筋トレの動画とか、釣りとか野球の話をした動画が欲しいというコメントもありましたので、まあ、ちょっとこれは、ビズアップ総研さんと相談させていただいて、まあ、ニーズが本当にあるようだったら、実現したいと思いますんで、これからもちょっとですね、コメントにいろいろと要望等いただければ、まあ、極力無理のない範囲でにはなりますが、実現していきたいなというふうに考えています。で、今日はですね、前回まで金融教育のお話をさせていただきました。もともと私が金融教育を日本で普及させたいということで会社を立ち上げたりですとか、まあ、あとは金融教育ってそもそも何ぞやというところを動画でお話しさせていただいたんですけれども、今日もですね、引き続きその金融教育の話ではあるんですが、ただちょっとですね、今日は現実的な話というか、もしかしたら今見ていただいている方であったりとか、見ていただいている方のお子さん、お孫さんが被害に遭っているかもしれませんよというちょっと怖い話をしていきたいというふうに思います。今ですね、私金融教育というテーマでセミナーをやらせていただいたりとか、あとはそのメディアで喋ったり記事を書いたりしています。で、実はですね、今日話す内容っていうのも過去にいろんな媒体で紹介させていただいております。今画面に映ってますけれども、こちらですね、これ週刊エコノミストオンラインさんに、今年の5月下旬に寄稿させていただきました。一流大学の学生がありえない儲け話に騙される、その驚きの理由とはというものを書かせていただいていて、あと今年の8月にですね、東洋経済オンラインさんに、うまい投資話に乗る人が、こうも後を絶たない理由、元本保証、高リターン、信じる人にかけた思考法という形で記事を書かせていただいてますんで、まあ、今日の動画を見ていてもうちょっと詳しいことを知りたいという方はですね、こちらの記事検索していただいて読んでいただければというふうに思います。でですね、こちら何の話を今日していくかっていうと、まあざっくりまとめてしまえば、マルチ取引とか特殊詐欺というような言葉で代表されるものについてお話をしていきます。ちょっとですね、字がちっちゃいんで見づらいかもしれませんが、これは独立行政法人国民生活センターさんが出しているもので、取引ですね、詐欺に関する取引っていうのは店舗で購入させられたりとか、まあ、よくわかんない人が訪問してきて売りつけられちゃったりとか、まあ、通販で買っちゃったりとか、いろんなパターンがあるんですけれども、まあ、その中にマルチ取引というものがあります。で、皆さんが見てこっちのね、色分けされている棒グラフですけれども、これは実は年代別に分かれています。で、ちょっと字がちっちゃいんで、私の方で口頭で説明すると、このマルチ取引に関して言うと、20代、この色が 46.5% であると。まあ、他の詐欺はそんなことないんですが、このマルチ取引に関してのみ言うと、20歳代の被害というのが非常に多いということになってきます。まあ、ついついですね、詐欺とかっていうと、高齢者の方がこうオレオレ詐欺であるとか、まあ、最近で言うと定額給付金がどうとかですね、税金の還付がどうみたいなのに引っかかるという印象があるかもしれないですけれども、まあ、意外とこのネットでいくらでも情報を引っ張ってこれそうな若い子たちが、このマルチ取引に引っかかっているという実態があるということになります。で、このですね、マルチ取引とは何ぞやという話なんですが、まあ、これも字ちっちゃいんで読みますね。マルチ取引っていうのは大体そのいくつか種類があって、例えばファンド型投資商品、つまりこのファンドに投資すると、まあ、よく言うのは必ず儲かりますとかってやつですね。で、あとは健康食品、まあ、これは今このご時世ですから、まあ、分かりやすく言えばこの水を飲めば例えばコロナになりませんとかですね、そういうものだったり、この食べ物を食べるとニキビがなくなりますとか、そういうやつで、あとはこう副業内職系のやつ、化粧品、あとはデジタルコンテンツ、こんなのが多いわけなんですが、まあ、このマルチ取引の中でも一番多いのがこの金融商品に関わる詐欺ということになってきます。で、実際に、まあ、これ
金融系のマルチ取引とかの詐欺に被害に遭ったことがないという方も多いと思いますし、まあ、そもそも自分のところにはそんな話よ、持ってこられたことないよという方いると思うので、ちょっと今日はですね、具体的な実例をご紹介したいと思います。特に学生、大学生の間で流行っている詐欺の一つが、この USB メモリーを使った詐欺ということになります。なんじゃそりゃと思うかもしれませんが、実はですね、私も過去に、ある大学で、この金融教育の授業というのをさせていただいた後にですね、授業が終わった後に、生徒たちに、ちょっとこう最近の金融教育の環境と雑談ベースで話してたら、いろいろ一通り喋った後に生徒が一人残ってですね、あれどうしたのと言ったところ、実は先生が授業の中で紹介していた詐欺に、まさに引っかかっていて、今現在進行形で返済していますという話がありまして、まさか自分の近くで実際に引っかかる子がいるとは思ってなかったんですけれども、そこからですね、いろいろ被害に遭った子たちに取材させてもらったところ、大体私の中でつかめたよくあるパターンというのはいくつかありますので、ちょっと今日はそれをご紹介したいと思います。まず詐欺でよく使われるこの USB の場合ですけど、取引名としてあるのが日経先物取引。先物取引っていうのは聞いたことあるかもしれませんが、この先物取引というと大体米とか原油とかそういう商品、コモディティ系をイメージする方いるかもしれませんが、これ日経平均という株価指数も先物取引があります。または FX 外国為替証拠金取引ですね、ドルとか円とかをやり取りする取引のことです。で、バイナリーオプション。これは聞いたことないかもしれないですけれども、言ってみたら超反博打の金融版みたいなもんで、簡単に言うと、ちょうど24時間後に A 社の株が上がるか下がるかどっちか選んでくださいというだけの話なんで、本当にただの超反博打ですね。大体この3つが、どれかが名前として使われている印象を受けます。で、タチが悪いのが、大体誘ってくる人っていうのが全く知らない人っていうケースがほぼないですね。大体聞いてるとよくあるのが、古くからの友人。例えば大学でも、高校が付属高校だったりすると、高校の同級生がそのまま大学になっても同級生なケースありますけども、それ古くから付き合ってる友達だったりとか、あとは幼馴染。で、大学で一番流行ってる理由はここなんですが、バイトやサークルの先輩から、誘われると。で、ついついですね、やっぱ顔知ってる人たちだし、自分のこと騙すわけないって思えるメンツですから、やっぱこういう方たちに声をかけられてしまうと、いや、まさかこいつがそんな悪い話持ってくるわけないよな、ということで、ついつい信用してしまうというたちの悪さがあります。で、実際にですね、じゃあどういう流れがあるかというものをお知らせします。よくあるパターンは、まず友人とかから電話が来ます。で、すごい人に会わせたいと言われるらしいんですね。で、この件は本当に秘密だから絶対喋るなよと念押しをされるそうです。で、次、そのすごい人という人に会わせてもらうので、大体カフェとかに連れてかれて、自分と友達とそのすごい人と呼ばれる人3人で話すわけです。で、最近はよくできていて、その後に自分と同い年ぐらいの成功者、一人から二人に会わされて、事実上その日は終日もう拘束されちゃうと。そしてその後にですね、USB メモリを買うことのメリットっていうものを説明されるそうです。で、これちょっと詳細は次のスライドで説明します。で、この USB メモリっていうのがすごく高くて、だいたい50万円ぐらいするっていう話なんですけども、当然学生でそんなの現金払いできる子なんてほとんどいませんから、普通は買えないんですけれども、非常に丁寧な人たちで、わざわざ学生ローンまでついてきてくれて、学生ローンでの借り方っていうのを指導してくれると。あとは反抗すれば OK みたいなところまでやってくれるそうですね。で、じゃあ実際にどんな話をするのかというところをご紹介します。その例のですね、このすごい人。これの過去の話を散々聞かされるそうです。こんだけ成功したとか。で、最近だと、そのインスタグラムとかで、高級車とか、あとはもう下品ですけども、札束をバコンと置いた写真であるとか、あとはもうすごい高そうなマンション、家具も高そうなところに、なんか綺麗な女の子をはべらせて、こんな楽しいパーティーやってるよみたいな写真を延々と見せつけられると。で、大体ですね、
自分は今までは、まあ、それこそバイトしてた貧乏学生だったみたいな苦労話から実はこれをやってここまでのし上がったみたいな成功体験を聞かされるということですね。で、大体その学生っていうのは多くの場合その経済とか相場の話なんかよくわかんないですから、まあ、そういう人たちに対してここ最近の経済とか相場の話をすることによって、まあ、知識量でマウントを取りに行って俺の方が詳しいんだぞと。で、実際に日経先物取引とかバイナリーオプションとか具体的な投資の話をすると、もうここら辺になってくるともう分かんない言葉ばっかなので混乱してしまうと。ただなんかすごいらしい。そしてですね、この就活とか大学3年生前後になるとやり始めるんで、こう就職にもすごく敏感なお年頃になるんですが、大体よく言われるのがこの某大手証券会社から某外資系投資銀行ヘッドハントされたとか、このシステムは伝説のトレーダーが作ったとかっていう名目で60万近い値段を売っていると。で、私がその実際に聞いたところで言うとなんかキーとかイノベーションとかって USB メモリーに名前が付いてるケースもあるということですね。で、ここまでは非常になんかよくある詐欺の話なんですけれども、非常によくできている。まあ褒めるのも変な話なんですけども、非常によくできていて、要はネズミ講のモデルになってるんですね。それどういうことかっていうと、これ連鎖販売取引というやつになってます。これはどういうことかっていうと、自分が USB メモリを例えば60万円で買っちゃったと。で、買ったんだけど、全然投資で勝てない。当たり前ですよね。勝てるわけないんですけども、買っちゃったらもう遅いわけなので、騙されたって気づいたらもうアウトなんです。ただし、これよくできてて、例えば誰かにおすすめしてその人が買ってくれたら、キャッシュバックで5万円ぐらい入ってくると。ということは、仮に60万円払って買っちゃって騙されたと思っても、まあ、自分の知人に12人押し売りすれば 5×12 で60万円は回収できてしまうということなんですね。だから被害が非常に広がっていくということになっていきます。で、あとはですね、大体この USB メモリーを買うと当然ながら買った瞬間に試してみたら負けてしまう、勝てないっていうのに気づいちゃうわけですから、まあ、その時点で言うと俗に言うクーリングオフだなんだって話でキャンセルされてしまう可能性があると。なのでここもよくできていて、買った直後はこういうですね、月1回とか年1回の勉強会とかイベントを彼らはやっているそうです。なので買った直後にやってみて全然勝てなくても、いやいや今度勉強会あるからお前ちょっと来いと、でこの勉強会にはこんな有名な人来るんだよということで実際に行くとその有名人がいると。で、学生はですね、やっぱりこの有名人とかでもまた弱いわけで、こんなテレビで見る人がで勉強会来るんだったらすごいということで、もうちょっと頑張ってみようと。で、そうこうしてるうちに1ヶ月とか過ぎちゃって、もうクーリングオフも何もできませんというところに、持ち込んでいくわけですね。で、あとはまあこれはなんかものによるらしいんですけれども、クルージング、こういうのもたまに用意していて、実際にその学生なんかじゃなかなか乗ることのないような、豪華な客船みたいに乗せて、そこでバンバンお酒飲んでですね、楽しいだろうと、お前も早くこっち来いよみたいなことを言われていると。で、一番悲惨だなと思うのが、まあ結局これですよね。必要ない借金をこの詐欺商品のためにさせられてしまっているという事実があります。で、実はですね、別に送ってこなくてもいいんですけれども、私ツイッターやっていて、結構そのダイレクトメッセージっていうんですか、DM が結構いろんな学生から届きます。で、先ほど紹介したような、記事を私は書いているので、これも詐欺ですかっていう相談も来たりするんですけれども、まあ実際話を直接聞いてるわけじゃないからわかんないですが、いただいたメッセージとか写真を見る限りは、来たやつほぼ 100% 詐欺ですね。で、詐欺の特徴は、まずですね、その絶対にとか確実にという言葉を使います。絶対儲かるとか確実に上がるとか、こういう話があるわけですが、もうこの時点で基本的な詐欺だと思ってください。私も過去はですね、証券会社とか運用会社という金融機関に勤めていましたけれども、こういう本物の金融機関にいる人間からすると、絶対にとかっていうのはもうなんか性格上使えなくなるんですね。それはなんでかというと、私もアナリストとかエコノミストとしてレポート書いてましたけれども、まあ、仮にレポートの中で絶対にとか書いたもんならですね、まずコンプライアンス部門から速攻赤が入って、こんなこう表現使うなって直されて帰ってくるので、まあ、基本的にはそんなもん絶対使わないんですよ。なので絶対に上がるとかなんとかっていうのはもう基本的にもう詐欺だと思っていただいて結構。
で、あとはですね、不思議なのがこういう詐欺商品ってなぜか月利、まあ、つまり月に何パーセント増えるって表現をするんですけれども、あんまり聞かないですよね。実際の金融商品だと大体1年間の利回りがどうかという話であって、月利なんていうのはあんまり聞かないんですけれども、恐ろしいのがこういう商品は大体月利で 5% とか、とんでもないリターンを提示してきます。で、ついついですね、5% って聞くとなんか大したことなさそうにちっちゃく見えるわけですよね。だって消費税より低いんだから。ただ実際月利 5% って本当に回せるんだったらですね、多分2年で3倍とかなっちゃうわけですよ。それぐらいありえない商品です。で、ちなみに、元本保証っていうのもよく言われます。つまり損は絶対しませんと、つまり100万突っ込んだら100万は絶対戻ってきますと。そんなわけないでしょと。それで月利 5% だ。仮にですね、元本保証されていて月利 5% なんていう金融商品があったら、そんな貧乏な学生にですね、営業なんかしなくても世界中から金が集まってきて、多分一夜のうちにですね、5兆円とか10兆円とか集まっちゃいます。仮にそんなもんができるんであればですね。なのでわざわざ学生なんかに営業する必要ないんですよ。ということで、まあ、そんなもんは全部嘘だというふうに思っていただきたいんですが、まあ、やっぱ先輩とかに言われちゃうとついつい信じちゃうということでございます。こちらですね、東京都の生活文化局、消費生活部というところが出している資料なんですけれども、例えば先ほどちょっと紹介しましたが、このバイナリーオプション学習用 USB に関する相談件数っていうのを見ていくと、まあ年々大きくなってますよね。で、大体これの相談してくる子っていうのは29歳以下、まあ、ほとんどが大学生だと思うんですが、かなりこの大学生の間で流行っていると。で、私とかも記事で散々こんなの嘘だっていうのを書き続けてきたので、最近はですね、昔ほど聞かなくなりましたが、それでもやっぱ未だに引っかかる子たちっていうのはいっぱいいるそうです。で、しかもですね、自分で買っちゃった後に、あ、これ騙されたなって気づいてるケースはまだいいんですけれども、そうじゃない方が多いんだと。それどういうことかというと、ここにも書いてあるんですけれども、子供は信じきっちゃっていて、親が、そのローンカードとか督促通知とか、あと消費者金融の契約書とか、そういうものを部屋で見つけて、何これってなって子供を問いただしたところ、わけわかんないものを買ってしまったということを後で気づくと。つまり子供は気づいてないケース、親がなんじゃこりゃということで問いただしたら詐欺だったって発覚するケースもあるわけなんですね。なので、まあ、この動画を見ているのが、学生の方であれば、まずそんなおいしい話はあるわけないよということを知っておいていただきたいですし、まあ、親とか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが見ている場合においては、今学生の間で、まあ、こういうしょうもない詐欺というのが非常に流行っているんだということをですね、分かってもらえればと思います。で、これ東洋経済さんの記事にも書いたんですけれども、まあ、そんなおいしい話はないんですが、ちょっとこういう例を考えてみましょうということを書きました。それは何かっていうと、まあこれアービトラージっていう考え方なんですけれども、例えば海沿いにある A という村で魚は100円で売ってますと。で、そのちょっと離れた B という隣町ね、では魚は例えば500円で売ってますと。こうなった場合、こっちは100円なのにこっち500円ですよね。これは海が近いからこっちは安いわけです。この両方を見たとき何が起きるかっていうと、 A 町で取れた魚を B に持っていけば5倍の値段で売れるんだから、みんなそのうち B 町に行くわけですよね。そうすると B 町の魚の量が一気に増えていって、500円だったのがどんどん400円300円とか値下がりしていくわけです。そうこうしているうちに、今まで売られてた A 町の魚の量が逆に減っていくんで、値段が200円300円と上がっていく。で、大体そのうちこの両者っていうのは値段がほぼ同じになっていくわけですね。まあ実際にはその輸送コストだなんだとか細かい話はあるんですけども、まあそんなのは別に今の議論の必要な話じゃなくて、要は言いたいのは何かっていうと、美味しい話は確かにあるかもしれないんですよ。ただそんなもん一瞬であって、その存在が知られた瞬間に、すぐさまそんなのはみんなが寄りついていって、どんどん美味しくない話になっていくっていうのは、これはもう金融リテラシーとかそういう以前の話なわけですから、皆さんはもうちゃんと冷静にですね、そんなことあるかいということを、まず理解していただきたいと思います。そして最後にですけども、金融教育っていうのが投資教育と同じように語られることに私は違和感があるという話をしましたが、
まあ、それにちょっと似た話ですけども、金融教育っていうのはあたかもこう資産を増やす攻撃的な武器みたいな表現をされることが多いんですが、実は防具、防御するための術でもあると。つまりある程度金融のリテラシーがあればですね、こんなあるわけない話に引っかかるわけもないということでありますから、まあ、金融リテラシーを身につけるというのは必ずしも資産を増やすためという話じゃなくって、まあ、こういう詐欺から身を守るという意味でも重要だよということを強調した上で今回の動画を終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。